はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、この間もね、あのアルミホイルうちの方で譲ってもらった解体屋さんの方でね、また今度タイヤ付きのもので、譲ってもらっております。こんな感じの結構な量ありますね。まあ、軽自動車のやつがねメインで、今回もねまた譲ってもらったんですけれども、まあうちはまあ、20万から30万の乗り出しの、まあ、軽自動車がねメインでやってるような車屋だったんで、アルミホイルこんな感じでねすごく助かりますアルミが今回はねなんとタイヤ付きので譲ってもらってたんでね、まあ、販売する車にとりあえずつけとくのにもいいかなと。まああともちろんタイヤサービスでやるようになって私言ってたやつ、まあこんな感じで向いてるやつもねあるのはあるんですけれども、13インチとか14インチ、であと今回は13と14か、そうだね、っていうのをいろいろあります。やっぱり自分とこでだけだとね、なかなかこういう風なアルミって揃えることが難しいんで、本当にこうやって譲ってもらえるのは本当に助かります。こちら会計屋さんの社長さんでございますんで、高田君どうもありがとうございますありがとうございますまた今後ともどうぞよろしくお願いしますいっぱい譲ってもらえるとなんでね、うちの方でもアルミホイールとかの、販売なんかももしねご希望であれば、こんな感じで大量になんだうちの方にね譲ってもらうようなありますんでね、アルミなんかも取り扱い、まあ、中古にはなりますけれどもありますんで、ぜひねお探しの方いらっしゃいましたらご相談いただけるとね、いやしかしありがたい、助かります。そんな感じですね。今ね落としてもらって、今回は、まあ、タイヤ付きのやつでね、前回の時はタイヤを外したやつだけ譲ってもらったんですよ。この辺のやつら、タイヤ外したやつだけね前回は譲ってもらったんですけど、まあ、今回はもうタイヤついてる状態なので、もやっぱりさ抜くのって結構手間になっちゃうんでね、なんだろう、やっぱりさ、業者間のやり取りとしてね、お互いに、まあ、プロの業者としてさ、少しでも手間を、かけるのは申し訳ないなと思うんでさ、あとうちの方でね運んでもらってるんでなおさら取りに行く思いすればさ大変ですからね、これだけのタイヤを取りに行くっていうのも運んでもらえるんで、だから少しでも仕事をやりやすくやってもらえればななんて思いながら、やっぱお互い様ですねそこは。でもこうやって譲ってもらえるんで、うちじゃ本当にこれだけのアルミを揃えるのがね、まあ、ほぼ無理ですね。やっぱりどこからかね仕入れてこないとね、本当に売ってもらえるからね、我々もこういう風にアルミを揃えられるんでね、これを新品でねやろうと思えば大変なんでね、まあしょっちゅうね私なんかよく車のね喋ってるけど、中古でもいいところってやっぱありますからね、低価格の車を売る上でタイヤに関してはやっぱ新品入れた方が安全です。で安全ですっていうか新品の方がまあやっぱいいと思う。で、ただアルミに関してはまあそれはもちろん新品の方が見た目もねいいかもしれないけども、でもやっぱその分値段が上がっちゃうんだよね。だから、中古で間に合うんであれば、ぶっちゃけアルミなんてはね、中古だって十分まだまだ使えますからね。この辺のだってほどよね。これ日産のなんだろう、オッティかなんかの純正かな。まだまだ使えるもん。タイヤだけね、新品のやつだと抜き替えて、あとお客様の方にね、うちでご制約プレゼントなんていうのをね、今度始めたんで、軽自動車のやつに限りですけどね、車の方買っていただいたら、ご制約で、タイヤワンセット新品タイヤでプレゼントさせてもらうようにやってます。あ、看板もできたんでね、今看板取ります。これがね、今日ねちょうど届いたばっかりなんですけども、
あのいつもうちでねお世話になってる、広告屋さん、看板屋さん、まあ、デザイン会社をね、やってるところでねお願いしてるんですけどもね、本当に毎回素晴らしいです。私にこんなことできない本当にね、ピースはさ、あのいろんなねやっぱりね、ケンチとかシガちゃんとかも含めてね、本当にあの関わってくれるいろんな業者さんのおかげでね、なんかこうピースっちゅうものが成り立ってますよ。これなんか本当にそのデザイン会社さんでね、若い社長さんなんですけども、あのねしょっちゅうねうちにあのなんだいろんなね情報とか教えてくれたりねしてて本当に助かってますこれもちろんね今回のもそこのねデザイン会社さんとこでお願いして作ってもらったんですけども、目立ちますよね。これ軽自動車ご制約のお客様へ新品タイヤ&中古アルミ4本セットプレゼント、最高ですね。これを今から、プレハブはまだ来てないんですけども、タイヤハウスを作ろうと思ってね、プレハブをまあこのうちのこの事務所と同じプレハブを今発注かけてたんですけども、あちょうどいいね、ここの今目の前に映ってるやつ、あれがあのサイズのやつね、うちの事務所同じなんですけどもそのプレハブを今発注かけてるところで、それをタイヤハウスにします。でそこに、まあ、こんな感じの貼り付けようかと思って、でもちろんタイヤ、ね、せっかくうちの方でねあんなやって中古アルミとか譲ってもらえるんで、ね、あとタイヤのねあの新品タイヤ、まあ、国産のやつでタイヤ屋さんとのねお付き合いもあるんで、でそこからね大量にあのね入れてもらえると少しでもあの安価でね譲ってもらってたんで、もうそれをこんな感じでね販売もやります。販売ももちろん新品タイヤ中古アルミが安い、いいでしょう。これもそのデザイン会社さんでね、もうなんだうちのピースをこのゴリラのマークを作ってくれたのがねそこの会社さんなんですけども、もうねもうピースのイメージをもう大体こうなんだろうこうイメージ作ってくれてるっていうかね、まあ私とこうさしょっちゅう喋ってて、まあ私のこう考えてる感じ、私が作りたい看板はこんな感じなのかなっていうのをもうドンピシャでね毎回出てきてくれるんですよねいいよねこれ。2万円です4本セットで、この看板が本当にいいね、素晴らしい。自分のね私もね頭の中にこんなこういう風なイメージであるんだけど、これ作れって言われてもやっぱ作れないもんね俺センスがない、センスが自分にはね、やっぱりこうねいろいろそのセンスね、あと知識とかねある方、技術も含めてさある方、そういう方からね本当にこんなやって、なんだ協力してもらいながらねやってますよ。いいでしょ。でも2万円セットです。 K のやつ13インチとか14インチ、新品タイヤを一応中古アルミ先ほどのつけて2万円ねプラス税別かでの販売予定で、これも今からその言ってたこれと一緒、タイヤハウスを作ってそこの中にもう山積みにして、販売用とプレゼント用ということでねやる予定です。6月中にできるか7月待て待たれちゃうだろうな、プラハブの方がねちょっと時間かかりそうなんでね。でももうタイヤの方とか、あタイヤっていうかアルミの方か、アルミの方とかタイヤの方もどん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 準備は進んできてて、あと看板の方ももう仕上がってきたんでね、どん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 ね本当にあのピースはねまだまだ、あこのこれも作ってもらいました看板、ピースチャンネル YouTube いいね。ピースはねそうまだまだね、なんだろう完成しているような会社じゃないです。本当にあの小さな小さなね今から本当にあのどん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 こういろんなことをできるように作り上げていく本当小さな小さな会社なんで、できることをね自分たちでいろんなことを挑戦していきながらさ、やっぱり世の中でね皆様がこうなんだろう求めてくれるものは何なんだろうなとかをさ日々考えながらねこんなことをやってる感じですね。ねえ、まあうちはねまあ基本的に低価格帯の、まあ、20万から30万円の、軽自動車がメインの車屋なんで、まあ、しょっちゅう言ってますけれどね、まあ、なんだろうな、だからそんなにねなんだピカピカとかね本当その新車のようなそういう車はないけどさでも自分たちにできることはやっぱ全力でやろうと思ってやってます。まあこんな感じのね車がメインで
で今日はね、あとなんだ天地が磨いてるんでそれもちょっと取ろうかな、ね、せっかくなんで、まあ、最後にちょっと今これ明日の納車のミニクーパーです。こちらのミニクーパーもねありがたいことに、YouTube を見てくれてたねお客様の方からご制約いただきました、ね、本当にありがたいですよ。最近本当あの YouTube でね見てるよってお客様本当にあのねたくさんいらっしゃって本当にやりがいがあります。ケンチがねこのやって表もしっかりと磨きを入れてくれてるんでピカピカの状態でね納車の段取り組んでますので、いいね。この赤でさやっぱ磨けばだいぶ艶が出るよねまあまだ磨いてる途中だったからこれで磨いてあとガラス系コーティングかな、それで仕上げる予定です。しかしいいねテカテカだよ天使磨いてるところのこれ綺麗です。磨いた後にこの上からコーティングも塗るんでねバッチリです。今ケンイチの方がね仕上がったんでタイミング的にちょうど仕上がった時の今ね取れるんでね、これが磨いた後の今コーティング塗ってるところの仕上げ中、ここがもう完全に塗ってあるのかな、こっち側ね。なげんじな。なんだ。ん？どうしたんだ。何？何？大丈夫か？お、ダメか？そうか。げんじがもこ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 言ってます。まあ今こんな感じでね、コーティング塗りつけて。で完了になりますね。いいですね。ぜひぜひどうぞ。車のことでしたらピースまでご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。